アイテム番号 SCP-445JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-445JP の存在する敷地は、財団のフロント企業の所有するビルに偽装した外壁で完全に覆い、一般人の立ち入りを防いでください。実験を行う場合はセキュリティクリアランスレベル3以上の職員の許可を得た上で、SCP-445JP 影響範囲の境界付近で行ってください。変化後の等は焼却処分します。説明、SCP-445JP は、県、市に存在する一戸建て住宅、およびそこで発生する異常現象です。SCP-445JP は2階建ての一般的な住宅で、内部はタンスやベッド、テレビなどの家具が存在しています。SCP-445JP 内に存在する物体は、原理は不明ですが動体積の等へと変化します。等への変化は最大で14分以内の不定のタイミングで行われ、変化後の等の種類や形は元になった物体に依存すると思われます。等へ変化する物体の法則は不明で、家具などのある程度の大きさを持つ物品の等への変化は確認されていません。実験記録 445JP を参照してください。なお、変化後の等に異常性はなく、通常通り接触が可能です。SCP-445JP は2010年月日、近所の家からずっと甘い匂いが漂ってくる、という噂に着目した財団のエージェントが発見し、その異常性が明らかになりました。SCP-445JP の所有者は、死となっており、妻の、死と二人で暮らしていたという記録や近隣の住民の証言もありますが、現在は両名ともに行方不明です。ポイ1実験記録 445JP 抜粋を開く。実施方法、SCP-445JP 内に物品を設置、等に変化するまで観察します。それにより変化した物体と変化後の形状の比較を行い、SCP-445JP の異常性の法則を突き止めます。結果、以下がその抜粋になります。変化した物体、書籍、特に単行本サイズのもの、変化後の形状、同じ形状の砂糖の塊に変化していた。分析、最初の探索時に発見され、すでに変化済みでした。変化した物体、15cmサイズのテディベアと推測されるもの。変化後の形状、同じ形状の砂糖の塊に変化していた。分析、最初の探索時に空き部屋で発見され、すでに変化済みでした。変化した物体、枕や毛布に使われる羽毛や綿。変化後の形状、綿飴へと変化していた。ただし枕カバーなどの外装に変化はなし。分析、最初の探索時に発見され、すでに変化済みでした。変化した物体、200メートルのケーブル。変化後の形状、同じ長さ、形の飴に変化した。分析、探査時に偶発的に等へと変化。変化した物体、塩、小麦粉、編集済み、等の粉末。変化後の形状、砂糖、粒子の大きさは元の物体と同じ。分析、粉末は特に変化が即座に行われるようです。変化した物体、水、熱湯、氷。変化後の形状、それぞれ水は砂糖水、熱湯は水飴、氷は氷砂糖へ変化。熱湯から立ち上る湯気は綿飴に変化。分析、空気中の水分が糖に変化する様子はありません。可視かどうかが基準の一つと思われます。変化した物体、木、ステンレス、銅、ガラス、プラスチック製の、それぞれ A1、A7 サイズ、合計35枚の板。変化後の形状、A4 から A7 の板が砂糖を固めたものに変化。分析、糖への変化に材質は関係ないようです。また、A3 以上のものには変化が見られず、大きさが基準の一つと思われます。
変化した物体、昆虫、哺乳類、爬虫類、鳥類などの生物200種。詳細なリストは別紙を参照すること。変化後の形状、クロアリ、アマガエル、マムシなどの生物33種が同じ型の砂糖細工に変化。分析、目視が困難なのみ、シラミ、微生物の変化は確認されていません。また、同じヘビでも小型のシロマダラが変化せず、より大きいマムシが変化したことは注目すべきです。分析、糖への変化は、大きさは持ち運べる程度、肉眼で確認できること、が重要なポイントであると推測されます。しかし法則性は未だ不明瞭であり、さらなる追加実験、調査が必要です。以下の文章は SCP-445-JP の2階の空き部屋で発見された手書きの文章を写したものになります。他の紙片が糖に変化しているにもかかわらず、この文書は1箇所を除いて糖に変化する様子はありませんでした。なお、SCP-445-JP に関して重要でないと判断された箇所は省略されています。全文の閲覧を希望する場合は担当者に問い合わせてください。これは遺書です。私は今日、この世界から消えます。その理由をここに書き残します。きっと砂糖まみれの世界で、これだけが私の名前を残す。ただ一つの証になるでしょう。中略、小さい頃、綺麗な砂糖細工をもらったことがあった。手のひらに乗せれるくらいの鶴で、自慢しようと学校に持ってきたら、窓から捨てられて壊された。次の日、雨が降って、砂糖細工の鶴は溶けてなくなっていた。中略、例えば喋る熊のぬいぐるみがいたらどうだろう。頭がおかしい人って思われるかもしれないけど、その熊が私に魔法をくれたんだ。だからその熊を砂糖に変えてやった。幻覚じゃない。本物の魔法。夢とか希望がどうとかやかましかったけれど、砂糖になったらおとなしくなった。中略、だから決めたんだ。この最低の世界を変えてやる。何もかもを砂糖に変えてしまえば、甘くて素敵なことになるだろう。あの時の鶴みたいに雨に溶けて、全部消えてなくなってしまえば、血みどろの死体なんて一つも残らない。パパもママも、この家も、学校も、友達も、先生も、私も、この世界全部を砂糖細工に変えてしまえば、そうして雨が降って、何もかも溶けてしまえば、この世界は綺麗になる。砂糖で平らになった地球で、この遺書だけが残るんだろうな。思い残すことなんかありません。さよなら、1。2010年月日追記。SCP-445-JP の影響範囲が発見当時よりわずかに縮小していることが確認されました。2010年月日追記。SCP-445-JP の影響範囲がさらに縮小していることが確認されました。このペースで縮小が継続された場合、2020年月日に SCP-445-JP の影響範囲が完全に消失すると予測されています。